不用意にヘイトスピーチとか差別とかって騒ぎ出しちゃうと、ツイッターヘイト対策を強化、集団への攻撃も禁止にと朝日新聞デジタルが伝えたのは9月25日日本時間の夜10時頃です。以後ですね、画面を真ん中にしてここら辺のですね、パヨッ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 的な人たちがネトウヨ様とこうね大騒ぎしております。あの今沖縄で選挙戦を戦っている有田芳生参院議員、有田芳生先生もですね、早速この朝日新聞の記事を引用する形でこうツイートしています。特定個人の人権侵害に対する対応ができていないのが現状ですと。方向性は関係するけど、もっと個人に対する規制を強化しろみたいな、ざっくりと言うとみたいなことを言っております。だがちょっと待ってほしい。その特定個人に、例えば私なら私に向けてバーカバーカとね、まあ仮にヘイトスピーチ的なものが投げられた場合、ツイッターの仕組みとして今は通報という形でですね、差別的だとか攻撃的だとか誹謗中傷を含んでいるという形で報告することができる。そしてこれがある程度のレベルを超えたら、そのアカウントを停止することができますし、ブロックだってミュートだってできる。にもかかわらずより強化しようっていうのは、この朝日新聞の記事を受けてですね、まあ、ここら辺の人とかが言っている言論弾圧だと、言葉狩りが始まるぞという危機感に通じるものがあります。そしてその危機意識というのは私も持ってはいます、持ってはいます、持ってはいますが、まあ、この YouTube のねバーン祭りとか Facebook のアカウント停止とかに比べると、まだ比較的 Twitter の方が緩いのかなと。あの死ねとか殺すとかに関してはかなり厳しく取り締まっているようですが、ブロックミュートによってその言われた人、まあ、不快に思うアカウントがある程度の対処ができるということで、少し緩いのかな、緩いというよりはまあ健全な状態、比較的健全な状態が保たれているのではないかなと考えております。一方でやはり懸念は抱えています。というのはツイッター社が日本語を正しく理解していない疑惑が深まり続けているからです。というのも朝日新聞が報じたツイッターの規制なんですが、これはツイッターの中の人がやっているブログでですね発表されていて、ここで説明している日本語がややどころかかなり怪しい。いちいちあげつらっても何なんで、一つだけあげると、ツイッターの人間性の否定のポリシーというところがあって、この人間性の否定の定義をしているんですが、そこの一番最初にですね、他人を人間以下に扱う言葉というのがあります。いわゆる日本語的に以上以下というのは、それを含んで上か下か、丸々以内か丸々以外かということで、ツイッターの定義からすると人間人間人間以下に扱う言葉、つまりこの規定でいくと人間扱いするとヘイトスピーチになっちゃうかもしれないんですね。なんでこれを見たネット民は、もうツイートできるのは超人か神しかいねえと、人を超えた存在かもう神様しかいねえんじゃねえかとね、からかっております。まあ、その後の説明で動物やウイルスのような扱いというところがあるので、推定するにで、やや古い表現になるんですが、畜生以下とか、あとは人間扱いしないとか、または侮辱的な例えを用いるとか、いろんな豊かな表現が日本語にはあるんですが、ツイッターのブログを見る限り、そうした日本語の多面性とか豊かな表現に関しての造形が感じられない。その結果、日本語のやり取りにおいては全く問題がない言葉であっても、ヘイトスピーチ、スピーチ、スピーチってね、という危険性があるということ。まあ、そして、こんな人たちが大喜びしているのは、多分朝日新聞のこの一節からかなと思われます。朝日新聞はツイッター社のブログにある特定の集団の定義を紹介した後、例えばとしてですね、在日韓国人といった集団に対する攻撃は新ポリシー策定後は明確に禁止される可能性がある。つまり在日韓国人といったこのカテゴリーに対しての攻撃というのは明確に禁止される可能性があると言っております。だがちょっと待ってほしい。ツイッターの規定にはそんなことは書いていません。ツイッターの規定にはこうあります。
集団に属する人たちは共通の特性で区別できます。そのような特性には人種、民族、国籍、性的指向、性別、性自認、信仰する宗教、年齢、身体障害、重病、職業、政治理念、地域、社会的慣習などがあります。なんでこの中で言うと民族とか国籍というのに在日韓国人というのが入る可能性はありますが、仮に在日韓国人という明確な定義を作った時に、この在日韓国人という言葉をちょっともじる、ね、ちょっともじるとこれ政府になっちゃうんですよ。だからこの手のガイドラインを作る時というのは必ず曖昧さを用意しておくことで、悪意を持ってバーカバーカバーカという人たちを形成するものなんですよ。朝日新聞がこう望むように在日韓国人というキーワードが規制される、規制されるということはこれむしろ逆差別の発想なんですね。日本に暮らして善良なる良き隣人として暮らす在日韓国の方もたくさんいます。でそこへの攻撃、それだけを理由にして攻撃するというのはもう今の規定でもヘイトスピーチに当たるんで、今の基準でもアウトで、実際ツイッターの運用を見ていると在日〇〇人というのはともかくそこに対しての攻撃、いわゆるですねバーカバーカバーカよりももっと厳しい、ね、死ねとかこれねもう攻撃とみなしてアウトにしているんですね。ね、とあるネット番長の著名人が殺すとツイートした瞬間アカウントの停止になったっていうのは有名な話。かように現行でも対処している中、なぜあえてこういうことを呼びかけているか、世界的なポリコレ的な流れの中で我々はこういったものに取り組んでいますよというアリバイ作りと私は見ています。でそしてもちろんこれを看過してもね、看過してもいけないなというのは、実際このツイッター社の発表を紹介していたキャリコネという転職サイトのですねニュース記事の中にこんな一文がありました。海外の事例として移民が仕事を奪っているという排外的なヘイトスピーチ、とりわけ欧州では移民の方が入ってきちゃって仕事がなくなっているっていう不満はあるわけですよ。それで今ドイツのメルケルさんとかも困っているわけですね。不用意にヘイトスピーチとか差別とかって騒ぎ出しちゃうと普通のことも言えなくなっちゃう、まともなことすら正しいことも言えない社会がやってきそうです。いやその影はすでにもう日本でもほにゃらら45とかで見えております。今我々は何をなすべきでしょうか。私たちに今できることはツイッターへの通報です。実はこのツイッター社の呼びかけというのはツイッターのブログ上で意見を広く今募集している段階です。アメリカ時間の10月9日の朝6時、日本時間に直しますと10月9日火曜日の夜7時ぐらいまでになりますかね。ですので体育の日の絡む3連休、つまり体育の日までにこういう文言がヘイトスピーチに当たるよと、こういうことで人権侵害が行われているよと通報すると、もしかしたらそれがツイッター上でヘイトスピーチとして扱われるかもしれない。具体的には NHK のことをこちらの人たちは犬 HK とか言うんですね。権力の犬だ。まあ本当にこう立つ位置によって見える世界って違うんだなと思うんですけれど、犬ということは間違いなく人間より下の存在なんで、犬 HK というのも、ね、ダメぽよと、ね、通報する、これはひどいなと思うんですが、安倍下痢蔵とかね、病気を理由にして、ね、こう悪口言ってる連中がいるわけですよ。まあ、こういうのも通報しましょう。そしてですね、極めつけはこちら、ネトウヨ、お通報です。彼らが用いているネトウヨの文脈というのは人種差別であったり政治的思考による政治的思考からの侮蔑中傷、バーカバーカバーカ、これはツイッターが掲げている人間性の否定と言って良いでしょう。のでね、ネトウヨというのはヘイトスピーチだよってツイッターにね、皆さんでドーンと投稿して、さてどうなるか。いやもちろんね、私別にネトウヨという言葉があろうがなかろうがどうでもいいんですけれど、まあね、せっかくツイッター社が広くね呼びかけてくれているわけですよ。さあみんなでツイッターの言論空間を考えようほうっていうわけなんで、朝日新聞が在日韓国人とかね失礼なことを言ってるんであれば、我々も朝日新聞がもはや記事の中でですねためらいもなく使うネトウヨをですね通報したら、
ツイッターからネット不要という言葉が消えるかな。皆さんがこう通報することによってツイッターの中からですね、ネット不要が消えたら、それはそれですげえ面白いなと。そしてネット不要のバーカとかね、つぶやいているアカウントが全てね、まあ、私アカウントの凍結は基本的に好みませんが、秋のバーン祭りツイッター&こちらバージョンが起こるのかなという日を夢見る今日この頃でございました。ご視聴いただきありがとうございます。またの機会もお付き合いいただければ幸いでございます。今回も最後にワンコのコーナーでお別れです。安倍晋三完全勝利説というものが、赤が勝ち、ヤクザが撃ってバカがいる。あの病気だってあなたに会えたから。